This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。12月23日水曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。はじめに、中国が独自開発した次世代中型運搬ロケット長征8号が22日午後0時37分海南省にある文昌発射場から打ち上げられ、初の飛行試験に成功しました。長征8号は全長およそ50メートル、最大打ち上げ能力はおよそ360トンあります。また環境に優しい液体推進剤が使用されており、太陽同期軌道における3トンから 4.5 トンの輸送能力の穴埋めになるとみられています。長征8号は中国の国家プロジェクトとして商業化に向けて開発された初の運搬ロケットです。電気システムや構造デザイン面での低コスト化が考慮されており、今後はさらに垂直方向の離着陸を通じた再利用を目指す研究が行われていくということです。外交部の王文賓報道官は22日の定例記者会見で、中国は中日韓3カ国の協力を非常に重視している、韓国と日本との密接なコミュニケーションを保ち3カ国協力を絶えず推進していきたいと述べました。中日韓3カ国は先ごろ、中国の昌江市と敦煌市、日本の北九州市、韓国の仁川市が2021年の東アジア文化都市に選ばれたことを共同で発表しました。王報道官によりますと、中日韓3カ国は共に努力し、感染症対策をめぐる協力の強化、地域の産業チェーンとサプライチェーンの安定確保、経済回復の促進などについて多くの合意に達しました。また東アジア文化都市の選考のほか、文化産業フォーラム、悟空杯、中日韓青少年漫画コンテストなども予定通りに行われ、国民同士の交流の促進と友情の増進につながったということです。アメリカ議会で中国に関するネガティブな内容が含まれる法案が可決されたことを受け、外交部の王文賓報道官は22日の定例記者会見で、断固反対する中国側の立場を表明しました。報道によりますと、アメリカ上下両院で可決された2021会計年度歳出法案と新型コロナウイルス感染症への対応に向けた追加経済対策法案には、チベットや台湾、香港など中国の内政に関するネガティブな内容が含まれているということです。これについて王報道官は、中米両国の協力と両国関係の大局がさらに破壊されることを避けるためにも、中国への内政干渉をやめるようアメリカに求めました。ボアオアジアフォーラムと日本医療国際化機構は22日グローバル健康フォーラム大会の枠組みの下で、中日新時代健康フォーラムを山東省青島市で開催しました。全国人民代表大会常務委員会の陳菊副委員長や自民党の二階俊博幹事長、福田康夫元首相など両国からのゲストおよそ40名がグリーン発展、カーボンニュートラル、医療と健康、健康的な都市生活などの分野について議論し、両国は世界の環境保護と健康事業のために共に努力すべきとの共通認識に至りました。フォーラム開催地となった青島市の施設慶国副市長は、青島は多くの特別な対外開放政策に恵まれている、今年は中日青島地方発展モデル区と中日韓消費先区の設立も許可されたと紹介し、中日協力における青島の強みを強調した上で、日本とのより多くの協力展開に期待を示しました。2021年1月7日から2月4日まで開催予定の第21回
北京で会いましょう国際芸術祭についての記者発表会が22日北京市内の長府宮ホテルで開かれました。21回目の国際芸術祭は文化旅遊部、国家ラジオテレビ総局、北京市人民政府、北京市2022年冬季オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が主催し、中国対外文化集団と北京市文化旅遊局が共催します。例年とは異なりオンラインとオフライン両方のイベントを組み合わせて開催されることになり、24カ国からの42公演が予定されているほか、美術展や特別フォーラム、パフォーマンス推進会議などが開催されます。日本からは株式会社わらお猫によるミュージカル新スクラップもったいないミュージカルが上演される予定です。中国北部河北省の雄安新区と北京を結ぶ高速鉄道における雄安駅が年内に開業することになります。これで鉄道は全線開通となり、最高時速は350キロになると予想されます。雄安駅は総建設面積47万5000平米で、北京天津河北地域の協調発展で重要な交通手段とされている北京雄安都市間鉄道の終点です。駅内ではクラウドコンピューティング、物のインターネット、ビッグデータ、人工知能を生かした便利なサービスを提供するために複数のスマートシステムが装備されています。以上、今日のニュースをミンヒョウがお伝えしました。